のね、まあ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 、そのローガン・ポールさんをディスればみんなと同じですよ。いや、ローガン・ポールさんのなんかね、悪いところだけの動画見たんすよ。ちょっと悲しいけど面白かった。うん、あのいや俺は面白かった。あれ意外にね、確かに引くけど引いた先の面白さがあったっていうか、面白かった。なんかリアカーみたいになってふっふっふってなんか友達と戦ってるのはなんか映画みたいでよかった。映画のワンシーンみたいな、この野郎この野郎とか言って、で、あとあのなんかヤマトトラックみたいなのこうやって乗ってんのも俺はよかった。うん、まあこれから動画を見ようとは思わないけど面白かった。うん、意外に面白かった。うん、まあ、やってることもやってることですけど、まあ、意外に面白かったかなって言ったらね、なんかチャンネル登録者数とか伸びそうなんで、まあ、言っとこうかなって思って。でも再生数とかローガン・ポール意外に面白かったって言っとけば、もう敵いっぱい作れるんでしょ。敵いっぱい作れてチャンネル登録者来るでしょ。でアンチが増えるでしょ。アンチが生放送に来るでしょ。そいつらを笑かすんでファンにするシナリオできたっていうのがね、まあ、ニコニコで、今世紀最大の勘違い YouTuber みたいな感じで、まあ乗っけられればいいかなと思ってます。意外に面白かった。いやいや、見てみたらね、タクシーにタコで遊んだりとかなんか良かったかな。うん、うんうん、まあまあ、その場には痛くないけど意外に面白かったかな。うん、意外に面白かった。俺ね、そのなんか20分にわたってローガン・ポールをディスり続けるって動画作ったの。うん、いやでも意外に面白かったからいいかな。うん、まあね、僕も面白さだけは真似していきたいね。いや俺の方が面白いんですけど、まあ意外に面白かった。ローガン・ポールの動画意外に面白かったよっていう動画で、ちょっとね、ファンを減らしつつアンチを増やしつつ、まあ、そういう活動をしていこうかなと思った。うん。でもじゃあ一歩引いてみると面白いよね。うん。自分の関係ではないものって思ったら面白いじゃん。うん。でも自分の関係がありそうなものって面白くないけどさ。俺東京住んでないしさ。うん。まずね、そもそも。あんなんやられたって、ああやってんのって感じで。まあ他の YouTuber と変わんないからね、やってることは。俺は、意外に面白かった。で、あと、漁師の人が最後かかってね、調子、乗るな、うって言って、やってたのは面白かったです。ローガン・ポールの動画、意外に面白かった。っていうタイトルにして、ちょっと再生回数取りたいと思います。では。